ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺裕太、ラグビー日本代表、冬季スポーツ、カーリング、シャープ1、シャープ2、シャープ3、ナンバーエクスバックナンバー、体重 10kg 減、体脂肪率20%超、一桁に、藤沢さつきの、あの、バキバキボディを作ったトレーナーマムシゼロクチコ、マムシマルクチコ。 が明かす大変身の裏側2023年8月10日11時1分大会後にカーリングの藤澤五月選手右とポーズをとるトレーナーのマムシゼロ口子さん乙部美穂テキストバイ美穂乙部フォトグラフ倍写真本人提供ツイートシェアコピーかつてこれほどまでに大変身を遂げたオリンピアンがいただろうか カーリング女子日本代表として平昌五輪で銅メダル、北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤澤つき選手。今年7月、国内最大規模のアマチュアフィットネス団体、フィットネスワールド・ジャパン・ FWJ が主催するボディメイクコンテスト、モラカップのビキニに登場し、ナバスで3位、オープンで2位の好成績を残すと、 その鍛え上げられた肉体が日本中のどぎもを抜き、大きな話題を呼んだ。トレーナーとして彼女を指導した筋トレ系ユーチューバーマムシゼロ口子、マ,ムシマルクチコさんがそのトレーニングの全貌を明かす。第1回は、トレーニング開始のいきさつと、藤沢選手の弱点について語ってもらった。ナンバーウェブインタビュー全3回の1回目。 に続くまずマムシゼロさん以下マムシさんが藤沢選手のトレーナーを務めたいきさつを教えてくださいマムシ今年の2月 SNS 経由で藤沢さんから連絡があったんです私は YouTube で筋トレやボディメイクについて発信していてパーソナルトレーナーとしても活動しているんですがそれを見て興味を持ってくれていたようです最初は 藤沢さんから北海道にいるんですがオンラインでも指導してもらえますかとメッセージが来て名前もアイコンも藤沢さんでロコ・ソラーレのリンクも貼っている鍵アカウントだったんですがいやいやまさか本人じゃないよねときっと別人だろうなと思いながらオンラインでミーティングをしたらそこに映っていたのは藤沢さんご本人もうびっくりですよわら簡単ふ。藤沢さんは すごくフランクな方で初対面の時から「さっちゃん」って呼んでくださいと言ってくれて私も「じゃあ私のことはまるちゃん」って呼んでくださいとお願いし以来さっちゃんまるちゃんと呼び合っています舞台でのパフォーマンス工場で始めたトレーニング今はオンラインでボディメイク指導をしているトレーナーは多数いますが 藤沢選手はマムシさんのどのようなところに興味を持ったのでしょうかマムシ藤沢さんは以前からボディメイクに関心があって様々な動画を見ていたそうですがその中で私に関心を持ってくれたのはエンターテインメント性という点が大きかったそうです実は私はもともと演劇をやっていて舞台でのパフォーマンス向上のためにトレーニングを始めたという戦い緯があり 現在も自分で絵本を作って読み聞かせの動画を配信したりしています。ボディメイクの大会もエンタメ性のあるイベントですし、藤沢さんはスポーツの最前線でプレーしているからこそ、そういったエンタメ性に惹かれたのかもしれません。藤沢選手は体脂肪率20%超、10%以下に。マムシさん自身もボディメイク大会で実績を残されているそうですが、 トレーニングは何年前からやっているのですかマムシ14年前、20歳の頃からジムに通い始めましたが、当時は筋肉をバキバキにつけるものではなく、あくまで体の軸を整えて姿勢を良くするといった演劇のためのトレーニングでした。ボディメイク競技のためにトレーニングを始めたのは2019年ですね。2020年に初めて大会に出場しましたが、 最初は箸にも棒にもかからぬ状態だったんですよ。そもそも競技について正しく理解していなかったと痛感して、そこから自分で勉強したり、周囲の人に教わったりして、知識をつけ、2021年のサマースタイルアワード、俳優で元格闘家の金子犬が立ち上げたボディコンテスト、では、ビキニ、ベティ、部門で2位。翌2022年の f w j ビーフ佐々木ジャパンクラシックでは優勝することができました。有料会員、最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺雄太、ラグビー日本代表、冬季スポーツ、カーリング、シャープ一シャープ二シャープ三ナンバーエクスバックナンバー、体重十キログラム減、体脂肪率二十パーセント超、一桁に、 藤沢さつきのあのバキバキボディを作ったトレーナーマムシゼロクチコマムシマルクチコが明かす大変身の裏側乙部美穂テキスト倍美穂音部フォトグラフバイ、写真本人提供ツイートシェアコピー藤沢選手は体脂肪率20%超10%以下にマムシさん自身もボディメイク大会で実績を残されているそうですが トレーニングは何年前かからやっているのですかマムシ14年前、20歳の頃からジムに通い始めましたが、当時は筋肉をバキバキにつけるものではなく、あくまで体の軸を整えて姿勢を良くするといった演劇のためのトレーニングでした。ボディメイク競技のためにトレーニングを始めたのは2019年ですね。2020年に初めて大会に出場しましたが、 最初は箸にも棒にもかからぬ状態だったんですよ。そもそも競技について正しく理解していなかったと痛感して、そこから自分で勉強したり、周囲の人に教わったりして、知識をつけ、2021年のサマースタイルアワード、俳優で元格闘家の金子犬が立ち上げたボディコンテスト、では、ビキニ、ベティ、部門で2位。翌2022年の f w j b ーフ f 々木ジャパンクラシックでは優勝することができました。f w j b ーフ f 々木ジャパンクラシックで優勝した際のマムシ03提供、FWJ。アドバタイズメント、アドスバイ、一口にボディメイクといっても、様々な大会があるのですね。マムシそれぞれの団体が提示している審査の基準があります。例えば、ベストボディジャパンであれば、 筋肉量の多さよりも、筋性の取れた美しさやポージングなどステージ上でのパフォーマンスが重視される印象があります。一方で、JBBF、日本ボディビルフィットネス連盟、の大会や FWJ に出場するなら、かなり筋肉をつけて作り込んでいく必要がある。大会によって雰囲気も異なりますし、大会選びは重要なんです。ついでにお話しすると、 ボディメイクとボディビルも似ているようで少し違う。ボディビルは全ての筋肉を肥大化させるのですが、ボディメイクではバランスが重視されます。例えば今回、藤沢さんが出場した、ビキニクラスという部門では、女性らしい美しさが求められるので、肩やお尻に集中的に筋肉をつけて曲線を強調する必要がある。有料会員、最新、ランキング。 高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺裕太、ラグビー日本代表、冬季スポーツ、カーリング、シャープ1、シャープ2、シャープ3、ナンバー X バックナンバー、体重10キログラム減、体脂肪率20%超、一桁に、藤沢さつきの、あの、バキバキボディを作ったトレーナーマムシゼロクチコ、マムシマルクチコ、が明かす、大変身の裏側。 ミホテキスト倍ミホオトベフォトグラフ倍写真本人提供ツイートシェアコピー藤沢選手は体脂肪率20%超10%以下にマムシさん自身もボディメイク大会で実績を残されているそうですがトレーニングは何年前からやっているのですかマムシ14年前20歳の頃からジムに通い始めましたが 当時は筋肉をバキバキにつけるものではなくあくまで体の軸を整えて姿勢を良くするといった演劇のためのトレーニングでしたボディメイク競技のためにトレーニングを始めたのは2019年ですね2020年に初めて大会に出場しましたが最初は箸にも棒にもかからぬ状態だったんですよそもそも競技について正しく理解していなかったと痛感して そこから自分で勉強したり周囲の人に教わったりして知識をつけ2021年のサマースタイルアワード俳優で元格闘家の金子健が立ち上げたボディコンテストではビキニ・ベティ部門で2位翌2022年の FWJ ビーフ・佐々木ジャパンクラシックでは優勝することができました FWJ ビーフ佐々木ジャパンクラシックで優勝した際のマムシ03提供 FWJ アドバタイズメントアドスバイ一口にボディメイクといっても様々な大会があるのですねマムシそれぞれの団体が提示している審査の基準があります例えばベストボディジャパンであれば筋肉量の多さよりも 筋性の取れた美しさやポージングなどステージ上でのパフォーマンスが重視される印象があります。一方で、JBBF ・日本ボディビルフィットネス連盟の大会や FWJ に出場するなら、かなり筋肉をつけて作り込んでいく必要がある。大会によって雰囲気も異なりますし、大会選びは重要なんです。ついでにお話しすると、 ボディメイクとボディビルも似ているようで少し違う。ボディビルはすべての筋肉を肥大化させるのですが、ボディメイクではバランスが重視されます。例えば今回、藤沢さんが出場した、ビキニクラスという部門では、女性らしい美しさが求められるので、肩やお尻に集中的に筋肉をつけて曲線を強調する必要がある。大会でのポーズをとるマムシゼロさん。 ボディメイクはバランスが重要だというマルシーマーク行き末がアドバタイズメント。一方で、お腹はというと、引き締まっていることは大事ですが、シックスパックをドーンと張り出させるのは NG で、ウエストのくびれを作ることが求められます。また、僧帽筋という首の付け根の筋肉をつけると、首が太くなって男性的なイメージになるので、ここにはつけない、といったように。 細かいコントロールが必要なんです今回藤沢さんは何キロ絞ったんですかマムシトレーニングを始めた2月からのトータルだとマイナス10キログラム体脂肪率も20%台でしたが本番では10%を切っていましたでも体は元に戻ろうとするので2週間も普通の生活を送れば藤沢さんの生活に支障がないレベルにあっという間に戻ると思います 私も大会に出るときには体脂肪率8%ぐらいまで絞りますが、1ヶ月くらいあれば元に戻っちゃいますね。新、ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺裕太、ラグビー日本代表、冬季スポーツ、カーリング、シャープ1、シャープ2、シャープ3、ナンバー X バックナンバー、体重 10kg 減、体脂肪率20%超、 1一桁に藤沢さつきのあのバキバキボディを作ったトレーナーマムシゼロクチコマムシマルクチコが明かす大変身の裏側乙部美穂テキストバイ美穂乙部フォトグラフバイ写真本人提供ツイートシェアコピー藤沢さんは最初から大会出場を念頭にトレーニングをしていたのでしょうかマムシ家当初藤沢さんは 大会にもちょっと興味はあるんですけど、くらいでこの大会にどうしても出たい。という感じではなかったんですよ。ボディメイクをやりたいと思ったのも、大会のためではなく、自身の体へのコンプレックスを解消したいということでした。これまでも藤沢さんは、アスリートとしてトレーニングや食事コントロールに取り組んでいたそうですが、もりもり食べてがっつり動く、という。 体育会部活の男子のようなスタイルだったそうなんですそのため、いわゆる女性的な体を意識したウエイトコントロールは経験がなかったそうでそういった部分にもチャレンジしてみたいという思いがあったのだと聞きました新ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺裕太ラグビー日本代表、冬季スポーツ、カーリング、シャープ一シャープ二 シャープさん、ナンバー X バックナンバー、体重 10kg 減、体脂肪率20%超、一桁に、藤沢さつきの、あの、バキバキボディを作ったトレーナーマムシゼロクチコ、マムシマルクチコ、が明かす、大変身の裏側。音部美穂、テキストバイ美穂音部、フォトグラフバイ、写真、本人提供、ツイート、シェア、コピー、藤沢さんは、 最初から大会出場を念頭にトレーニングをしていたのでしょうか。マムシい当初、藤沢さんは大会にもちょっと興味はあるんですけど、くらいでこの大会にどうしても出たい。という感じではなかったんですよ。ボディメイクをやりたいと思ったのも、大会のためではなく、自身の体へのコンプレックスを解消したいということでした。 これまでも藤沢さんはアスリートとしてトレーニングや食事コントロールに取り組んでいたそうですが、もりもり食べてがっつり動くという体育会部活の男子のようなスタイルだったそうなんです。そのため、いわゆる女性的な体を意識したウエイトコントロールは経験がなかったそうで、そういった部分にもチャレンジしてみたいという思いがあったのだと聞きました。大会当日、 藤沢さんに声をかけるマムシゼロさん本人提供お尻の上部とサイドの筋肉が藤沢選手の弱点アドバタイズメントアドスバイ実際にどのような指導をしたのでしょうかマムシ基本的にはオンラインでのトレーニングと食事指導です最初にポージングの練習もしましたその時はまだ大会出場を決めていたわけではなかったのですが もし大会に出場するのであれば育てていくべき筋肉があるので今から出場を視野に入れてコントロールしていった方がいいと思ったんですボディメイク大会ではステージ上で規定のポーズを披露しますそのポーズをとった時に筋肉が美しく見えることが重要試しにポーズをとってもらったらお尻の上部とサイド部分の筋肉が弱く ここが課題なので重点的に強化し抵抗とこの部位はカーリング競技の中ではあまり使ってこなかったそうなんですよ一方でストーンを投げる際には足の筋肉が必要ですしスイープには背筋が必要ですのでそのあたりの筋肉はしっかりついていました特にお尻の下部の逆三角形のラインはくっきりしていて 彼女が日頃からかなりトレーニングを積んでいることがよく分かりましたね。やはりアスリートの体は全然違うのですね。マムシ最初に体を見せてもらった時に、中にしっかり筋肉があるのが分かりました。普通の生徒さんがボディコンテストに出る場合は、まずは増量して筋肉をしっかりつけ、その後減量して絞り込んでいくというプロセスが必要になる。でも藤沢さんの場合は もともと筋肉も体幹もしっかりあったので増量期間を挟まなかったんですよ。課題だったお尻の上部とサイドはヒップラストやヒップアブダクションバックキックなどで強化しました。ベースが8割あってそこに特定の部位の強化という味付けがあってあの状態に仕上がったということなんです。